よし。間に合わんね。よし、来た。お、尻尻尾にかかってる。なんとか釣れてくれました。寂しいですね。ロッドの方が、今使用しているのがアーリーの、ボートモデルですね、アーリー 68M になります。結構小型身のジャーキングとか、そういった、シーバスでならピンポイント打ちとかその辺とかもいろいろ使い勝手のいい、ボートモデルになります。とか釣れました。サイズアップ頑張ります。ハイタベイトがこのぐらいですね。カタクチイワシの、3、4センチぐらいですかね。このぐらいあるとまだ結構食わせやすい気がします。よし。はい、また釣れてくれました。ロッドが同じくの68の M ですね。このぐらいを釣って遊ぶには本当に抜群に楽しいですよね。でもまだ全然余裕もあるんで、まだちょっとサイズアップ狙って頑張りたいです。ありがとうございます。ヤズじゃん。すごいな、すごいな、これ。うい、スーパーナブラだ。うわ、やば。すごいな、これ。スーパーナブラですよ。来た。すごい。すごい。これまさしくヤズのスーパーナブラですね。ベイトすごいちっちゃいですよ。
あー、スレか。よいしょ。よし、そのまま抜きます。よいし、ヤズですね。まあ、ちょっとスレがかりでしたけど、まあ、これだけちょっと魚がいるんで、まあもう着水と同時に引っかかる感じですね。結構ヤズでもまあ安心感、まあ、よく曲がるんでですね、まあ、面白いですよね。楽しめながら、まあ、粘り強くいなすような感じで浮かせてくるんで、まあ塩化のご参考になればと思います。うわっ来ました。まあこのぐらいのタックルでするとやっぱり面白いですよね、このサイズでも。よし、よいしょ、連れてきました。ナブラですね。もうそこら中もう洗濯機みたいにもうジャバジャバやってます。じゃあ逃がしたいと思います。よいしょ、よし、来ました。よし、よし、来た。うわ、めっちゃくちゃいますね。よし、おい、おい、はい、釣れました。ロッドの方は、アーリーの 68M ですね。ミノーのジャーキングで来ました。結構あのレギュラーテーパーなので、まあ、しっかりとあのこの辺、まあ、バットぐらいからちゃんとアクション後の復元っていうのがしっかりしてるんでしやすいですよね。はい、ありがとうございます。今回使用させていただいているアーリー 68M ですね。ボートモデルになります。でこちらの特徴はですね、まあ、あのすごい曲がりの視点を結構手前に持ってきまして、まあ、レギュラーテーパーっていう感じですかね。全体で曲がるような感じで、そうすることによって、まああのまあ、ジャークを、まあ、このロッドの反発でしやすく、もう手首とかに負担が少なく、もうロッドの反発でジャーキングですね、もう昨日のジャークとかがしやすいように設定してます。あとまあその、まあ、張りを持たせたレギュラーテーパーということで、まあ、これ結構ワンハンドとかで軽く投げて、そういうキャストの精度の出しやすさとかですね、その辺を求めてこういう調子に仕上がってます。まあ、かかった時ももう全体で曲がって、まあ、すごいいなすような感じで魚も浮いてきやすいので、まあ、結構面白いロッドですね。あとまあ使用感としてはもう2ピースですけど、まあ、ワンピースのような感じをまあ目指しましたねと。今日ですね、まあ、朝からまあサゴシを探して走り回って、まあ、なんとか、まあ、時期的にはちょっと厳しいかなというところもあったんですけど、なんとか群れを探して釣ることができましたね。で、まあ、あとその後、まあ、なんかすごい偶然ものすごいナブラにあって、まあ、青物を追加してですね、まあ、あの辺のサイズはすごいあの楽しめます。このロッドは、まあ、しっかり曲がりながらも粘って上げてくれるんでですね。なのでまあそういう、まあ、ナブラシューティングゲームっていうんですかね、まあ、そういうのではすごい、まあ、おすすめですよね。あとまあ最後にちょっとシーバスも狙ってみたんですけども、ちょっと時期的にまあ水温がだいぶ下がってちょっと厳しいんで、またいい時期に来たいなと思います。今日はありがとうございました。
Thank you.